久々。うわ、めちゃくちゃ久々。なかなか久々ですね。遅れました。いや、全然大丈夫。やっぱ忙しい、大会行きたいから。忙しいよ、だって大晦日やるから。いや、久々で緊張するわ。緊張する？うん。あ、男前毎日から緊張するわ。本当そう。本当にそう。認めんのかい。いや、かっこいい、やっぱり。相変わらず。かっこよくないよ。でもなんか、すごい人気だよ、最近。ずっとな。ずっと人気か。どうな、最近は。プロと？うん。プロと会いたいよな、一回。何？あ、手に倒れよな。呼ぶわな。うん、ありがとう。最近な、なんか、結構さ、付き合ってるランプロと、ずっと。でもな、あんまりうまくいってないって、そう。やばい。だから今日話聞いてもらおうと思って。ね。うん。レイナの、レイナ愛事情。そう。聞くわ。ほんまに？ねえ。そうだな。いや、なんでうまくいかんのやろうな。やっぱ長く一緒におったらなんかな。でも俺13年付き合ってるやろ。嘘、そうなんでそんなに長くできたの。めっちゃいろいろあった、うん、遊びまくるだろ、うん、男やろ。でももうさ、なんだろう、ちょっとなんかやっぱ違う人とも遊んでみたいなっていう感覚にもなるよ、3年おったら。それやってない、遊んでない。遊んでない。あー、レイレイがなっとったらおらんかったらな、遊び回すんやけどな。ほんまに。いや、もうでも今日さ、そうね、そうだよね。ないやん。何でもない。てか、なんでそんなにさ、なんかさ、こっち来て。めっちゃさ、肌綺麗じゃん。肌綺麗やろ。え、なんでそんなに綺麗なんだ。動揺しちゃう。めちゃツルツル。マジツルツル。めちゃツルツル。背中とかやばい。ほんまに？背中見してよ。じゃそうなんだ。あ、そうなんだ。座ってれる。いや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 、なんでそんなに肌綺麗なの。逆に結構美容やってるはずなんだけどな。嘘。そう、マジなんもしない。けど汗かくやん、毎日。あ、そっか。寒ないの。寒いよ。なんかな、うまくいってないからさ、いつもホテルにさ住んでる最近。マジ。うん、すぐな、そこにいつも住んでる。どこに住んでるの。ホテルに。なんでや、危ないよ、危ない。でも一緒にいたくないの。話し合った。話したけど、なかなかやっぱさ、一緒におると喧嘩するじゃん、ね、だからホテルで一回離れてみる、離れてみてるって感じ。それはいいと思う。一回離れてみるのもいいと思うけど、うん、でも 2,3 年が一番難しいから。なんか誰か呼んで遊ぼうかなって思ってる。食べる。じゃあレイナはあれ、ブサイクやったら別にええと思うんだけど、可愛いからあんまそういうことないわよ。女の子やからな、危ない。そっか。でも自分もそうやって遊んどるのに。俺は死のうだって。俺は男やからさ。でも私はダメだ。だって女の子。俺は男やからさ、別に後悔せんや、うん、なるほどな。まあダメって分かってないけどな。やっぱプロとまだ付き合ってるから遊んじゃダメなんだけど。でもコージーだったらよくない。いや、もうプロさんと付き合ってなかったら昔の話だけど。いや、ほんまに。でもさ、男らしいじゃん、プロさんがさ、うん、全く知らんわけじゃないやん、レイナの彼氏っていうのも知ってるし、うん、全く知らんやつはどうでもいいけどさ、うん、奪ってやるってなるけど、うん、ダメなんだ。じゃあまあホテルさ、送るだけ送ってよ。まあな、あ、暗いしな、うん、危ないから部屋で、部屋で部屋まで行ったらやばい。部屋はダメ。部屋まで行ったら襲ってまうからな。部屋ダメなんだ。部屋まで行ったらやばい。でも外で飲むよりさ、部屋でなんかご飯とか飲んだりした方が良くない。普通に健全に、健全に。男と女が部屋に行って健全になることはないから。あ、そうです。しかも俺やで、もう速攻すっぽっぽにしてまう。でもこれ飲み終わったらさ、送って。もう送るよ、送るよ。もうちょっと話聞いてもらいたかったのに。歩きながらじゃん。寒い。寒い。もう、けど。え、
ロいよ、こういうことしたら。こういうことしたらもうエロいよ。俺バレてやっちゃう。すごい。あれやね。ホテルの前までな。何？ありがとう。いいよ、全然それで。危ないからね。ありがとう。寒いな、今日本当。寒いな。冬や、冬や。それが一番暖かかった。やばいね、これに入ったら取られんね。これに入ったら取られるんかな、こういうの。取られるって。やれろ、ちゃんと寝ろよ。え、ポンの部屋、部屋もう一個やばい。なんで、だって部屋行ったら 100% おかしま。部屋やばい。え、でも今日一人だもん。一人やけど来てよ。ねえ、部屋はやばい。いい、部屋はやばい。ダメなん、絶対ダメ。部屋までの通路がな、怖いから行って。近辺お願い、怖いから行って。部屋までね、部屋の前までね。部屋の前までやばいから。分かった、じゃあ部屋の前までにして。前な、うん、部屋入って嫌だ。いいね。俺の横にいるだけで妊娠するって言われてんのに、部屋入って揉まれてまうで。大丈夫、絶対そんなことないから、部屋で話そう。19な。うん、でもまだ話したかったな。部屋で話そう。部屋無理。あった。あった。うん。部屋で話す。いやいでもまだいっぱいなんかプロの悪口言ってないもん。帰る？もうちょっと話そう。部屋で。部屋はやだいいって。お願い。部屋行ったらほんまにおかしいもんね。ほなら、うん、話してたの違うから、ラウンジ行こう。部屋じゃなくて？部屋じゃなくて。分かった。ラウンジでいい。とりあえず話してたかな。うん。そんなのもしたいかな。うん。何よ、例の話は。やっぱ、頑張らんとな。いろいろと頑張ってるやつ。これ何？多分砂糖だと思うよ。減量いつからするの？減量、大体3週間前だよ。あ、そうなの。どんくらい落としたの？10キロぐらい。やばっ、マジで？すごい。減量の時って何食べるの？鶏しか食べない。筋肉つける？鶏と女。バカな。寒いわ。あ、寒いな。やばさ、出た。部屋ね。送っただけ。あ、もう全部そういうことかな。ずっとあれやろ、ずっと撮ったんですよ。そうだ、あのカフェでそれがすぐ降りてきたよ。いや、結構長い時間かかってました。いや、かかってないからすぐ降りてきたら全部ちょっと写真とか撮って。いや、何もない、嘘ついたから。いや、レイナの彼氏いるから、うん、これ乗せたら予約してる。いや、写真とちょっと関係ないんで。いやいや、そっちはちょっともういいけど。私の会社のやり方で。もう一回、もう一回。もうめんどくさいよ。そうですね、この間の。いやいや、この間のやつもさ、もう乗せたよ。それで満足でしょ。もういいやんか、今回。今回は違って、何もしてないっすよ。今回は、どんな感じですか、今。いやいや、どんな感じっていうから、部屋に送って、あげて話があるって言ったから、俺でここで話しちゃうんで、部屋で話するやんって言って。いや、でも結構長いね、30分ぐらい。いや、そうだったよ、見てたよね、分かる、一瞬通り。まあ、とりあえず、今年の金曜日、はい、から持ってるんで。いいから、分かんない。もうめんどくさい。ちょっと、なんかあったらまた、事務所の方に。分かった、また連絡する。はい、すいません、じゃあ、行ってきます。
どうしよう。やばいって。やばい。超。これってどうすればいい？いや、これどうしようもない。え、乗せられるってこと？乗せられるけど、でも何もしてないから。うん。だけど。やばいな、どうしよう。え、あれってさ、やめてくださいって言っても乗せるの。そうなん。マジか、本当にごめんなさい。ねえねえねえ、悪くなんかいいけど。でも、プロってやばい。でも本当。いや、もし何かあったら、説明するし、あんまり何もない。ほんまに？ありがとう。本当に1200円。まだ乗ってしまうね。そんなにつけられてんの？そんなにつけられてんの？もう、だってどこ行ってもつけられてるじゃん。いやー。